現在日本人の魚油 EPA の摂取量は 1g 以上の半分以下、日本人の平均の実に15倍も摂取していたのです。色麻町の人々の生活から学んだ血管を若返らせる恐るべきエゴマパワー。では一体エゴマをどれだけ食べれば血管が若返るのか。とってもいいですね。エゴマの中にはアルファリノレン酸というですね、脂質が入ってまして、体の中に入りますと、EPA に一部変換されます。でこの EPA というのはですね、血管の万能薬というふうに呼ばれています。で厚生労働省がですね、11年間ですね、日本人4万人を対象に行った研究があります。で EPA やですね、やっぱり青魚に入っている DHA をたくさん取っている人と取ってない人を比較しますと、この動脈硬化によって起こる心筋梗塞、これがなんと 65% もですね、減ったという結果が出ています。ですので EPA を取るということはですね、いかに血管にいいかということが分かるかと思います。では1日どれくらいのエゴマを取れば血管若返り効果が見込めるのでしょうか。2015年厚生労働省が定めたアルファリノレン酸等の脂質の摂取基準は1日およそ 2g。 これを魚で取ろうとすると、イワシの刺身なら8切れ、アジの開きなら2尾、サンマなら1尾となりますが、エゴマなら、エゴマ自体だと1日だいたい7g、大さじ1杯強ということですね。そしてエゴマ油ですと、濃縮されていますので小さじ1杯程度でいいだろうということが、厚生労働省のですね、基準から分かります。先生、取りすぎってことないですか。皆さんもうものすごいいっぱい取ったじゃないですか。もちろん取りすぎるとですね、カロリーが増えて、太ったりとかですね、いろんなことになりますので、適度に取るということがいいと思いますね。買い占め買い占め